ユイドエアさん、こんばんは。カブさん、今夜は満月のスタージョンムーンですよ。満月は地球から見て、太陽と月がほぼ正反対の方向に並ぶ瞬間だそうですよ。スタージョンムーンだから、長ざめを覚えながら見たいと思いますね。しかもスーパームーンですよ。月光浴したいですね。はい。あの、僕もちょっと今日はあの空を見上げていきたいと思います。 かぶさん台風9号は半島の方に向かいそうだから、日本にとっては良かったですね。そのまままっすぐに行って報酬ですね。でも、九州とか西日本の方は雨は降りそうな感じですね、えー、それからこの前騒がせた台風7号は温帯低気圧になって、この先はアラスカの方に行く予定だそうですよ。それ、今日もテリラ豪雨に雷があって瞬間的な停電もあったみたいです。ということらしいです。 はい、うん、はい、そしてカブさん卓球の石川佳純ちゃんが中国では侵入されてるされてるみたいですよ。オリンピックの前に統合神社を参拝したことが原因らしいです。統合神社ってなんあるんですね。石川さんの中国の SNS のコメント欄が閉鎖されてるくらい閉鎖されるくらいだそうです。そんなに憧れの憧れていた選手も。 選手からもフォ,ローフォローを外されたそうです。でも東郷神社は中国には何の関係もないのに不思議ですねと。東郷神社っていう神社は今知りましたけど、へぇ、ちょっとか,かわいそうですね。かわいそう。はい、ということみたいな話が入ってきましたね。非常に残念です。うん、はい、さだかねさん、こんばんは。 日本よりニュースです。今日の早朝に靖国神社において落書き被害を発見したというニュース入ってきました。うん、巡回中の神社職員が発見し、警察に通報し事、事件が発覚したそうです。中国語でトイレと書かれていたそうです。誰が落書き行為をしたかについてはまだ明らかになっていませんが、またまた中国人による犯行の可能性は考えられます。 非常に悪質であり、許されないですねと、はい、まあちょっと誰がやったかわかんないんですけども、ねえということらしいですね、ちょっと今日は神社観点で2つの悲しい事件がありましたね、うーん、まあ、罰が当たりますよ、こういうことやってると。うん